すると上位はあさっての方向へ駆け出した。引っ張られたどり着いたのは大きな洋館。上位、ダメだよ。ここはうちじゃないから。上位は呼吸を荒げながらその中に入ろうとする。そして敷地内に引きずられて入ると、上位が何かを見つける。なんとその二人は庭を歩くおやすさんと和樹の兄貴の姿だったのだ。その時和樹の兄貴は極限まで気を張っていた。何かそこの茂み変だ。根拠のない違和感だが、それを見逃さなかった。その次の瞬間だった。茂みの奥で何かが鈍く光ったのだ。和樹の兄貴が本能的に動く。おやすさん、すいません。おその次の瞬間、誰だ。よう、今日も元気そうだな。ごんごんよちよち、今日もお利口さんで。おいガキ、てめえは何人一人間潰す気だか。